時津風は大日本帝国海軍の駆逐艦。陽炎型駆逐艦の10番艦である。この名を持つ帝国海軍の艦船としては2隻目。浦賀船挙で建造され、1939年2月20日、起工。同年8月25日、姉妹艦の天津風とともに、時津風と命名される。11月10日に、新水、1940年9月1日筆、駆逐艦天霧駆逐艦長、中原義一郎中佐は、時津風儀装員長に任命される。なお中原は、白露型駆逐艦4番艦夕立儀装員長、及び初代駆逐艦長だった。時津風は12月15日に竣工。同日筆、中原儀装員長も正式に、時津風初代駆逐艦長となる。呉鎮守布石。浦賀船挙で建造された陽炎型としては3隻目となった。当時、第2水雷戦隊、第16駆逐隊は陽炎型3番艦黒潮、7番艦初風、8番艦接風で構成されており、紀元2600年記念行事に伴う、紀元2600年特別観艦式にも、第16駆逐隊は、この3隻で参加している。その後、陽炎型9番艦天津風及び10番艦の収益と第16駆逐隊加入に伴い、黒潮は第15駆逐隊に転出した。1941年7月25日、島崎司令は、桂順川内艦長へ転任、渋谷四郎大佐が第16駆逐隊新司令として着任した。9月15日、第2水雷戦隊司令官、後藤存次少将も、第6戦隊司令官へ転任、後任の2水戦司令官は、田中雷蔵少将となった。太平洋戦争開戦時、第2水雷戦隊は、第15駆逐隊、第8駆逐隊、第16駆逐隊、第18駆逐隊をもって構成されており、第16駆逐隊は、第1小隊、第2小隊という編成であった。なお、第8駆逐隊は、南方部隊本隊、第18駆逐隊は、南雲機動部隊に所属しており、第2水雷戦隊の直接指揮下になかった。太平洋戦争初戦、第16駆逐隊を含む、第2水雷戦隊は、南方攻略作戦に投入され、各方面で順調に活動を続けた。フィリピン攻略に目途がつくと、第2水雷戦隊は、ライン作戦に投入された。日本軍の快進撃が続く中、数隻の駆逐艦が沈没した。1942年2月9日、2水戦、第15駆逐隊より那智潮が、米潜水艦の雷撃により沈没し、陽炎型駆逐艦最初の喪失艦となった。2月27日、時津風は、スラバヤ沖海戦に参加。戦闘後、時津風は沈没した、連合軍艦艇将兵を救助した。3月15日に、時津風や、水上規模艦、千歳、桂順洋艦、絹、駆逐艦、接風などからなる N 攻略部隊が編成され、同部隊は3月末から西部、ニューギニア艦艇作戦に従事した。6月上旬のミッドウェー作戦では、陸軍1機師隊及び、海軍陸戦隊輸送船団護衛のため、アメリカ軍艦隊と直接交戦する機会はなかった。7月11日、第16駆逐隊、第1小隊は輸送船南海丸を護衛して、呉を出発、航海中の7月14日、艦隊再編成により、時津風以下第16駆逐隊は、第10戦隊に編入された。16× 加入までの第10戦隊は、第7駆逐隊の吹雪型駆逐艦3隻、第10駆逐隊の夕雲型駆逐艦4隻、第17駆逐隊の陽炎型駆逐艦4隻で編成されていた。7月15日、3隻は台湾高雄市に到着。21日に出発してラバウルに向かう。28日ラバウルに到着。帰路、ラバウルへ進出中の第8艦隊機関長会と合同した。7月29日、第9駆逐隊、第1小隊は、鳥海の護衛任務を 16× 小隊に引き継ぐと横須賀へ帰投した。3隻は30日15時ラバウル機。鳥海を残して1小隊はトラック泊地に戻った。8月1日、第16駆逐隊司令は、渋谷大佐から庄司喜一郎大佐に交代。8月5日、時津風は、工作艦、明石及び、ミッドウェー海戦での損傷の応急修理を終えた、重巡洋艦、西条を護衛してトラック発。8月12日に、時津風は、呉に入港した。第16駆逐隊、第1小隊が、護衛任務に従事している間に、アメリカ軍は、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始、8月7日以降ガダルカナル島の戦いが始まる。第16駆逐隊は、第3艦隊と合流すると、第1航空戦隊の空母3隻を護衛し、ガダルカナル島へ向かった。8月24日から25日の第2次、ソロモン海戦で、時津風は、空母龍城及び、第8戦隊の従順とね、16× 両艦の天津風とともに、機動部隊支隊を編成し、機動部隊本隊とは別行動をとった。24日、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃で龍城が沈没した。3隻は共同で龍城乗組員及び藤木機、搭乗員の救助を行った。9月2日、消極的な行動により、連合艦隊や、第8艦隊から批判されていた第24駆逐隊、司令、村上信之助大佐は同職を解任された。9月3日、時津風駆逐艦長、中原義一郎中佐は、第24駆逐隊司令に抜擢される。それに伴い、吹雪型駆逐艦夕霧艦長本倉正義中佐が、本艦2代目駆逐艦長に任命された。10月上旬、時津風は、駆逐艦さざなみと共に、空母おたかを護衛して内地へ帰投する。3隻は10月4日にトラックを出発し、14日、呉に着いた。到着と共に時津風は、大高の指揮下を離れた。再びトラック泊地へ戻ると、10月26日の南太平洋海戦に、南雲機動部隊の直江艦として参加。従順熊野駆逐艦部隊は、空母3隻を護衛して、アメリカ軍機動部隊艦載機と交戦した。11月4日、第16駆逐隊は、空母随鶴と従順妙高を護衛して、トラックを出港、日本本土へ向かった。9日午前9時、豊後水道で随鶴隊と分離、下関海峡通過後、佐世保入港前の午後6時に妙高と分離した。なお佐世保にはすでに従順羽黒、第17駆逐隊、第2小隊、磯風、浜風が修理に従事しており、時津風の流氷護衛任務直前に、横須賀を経由して、トラックへ向かっている。12月上旬、空母2隻が横須賀から、トラック泊地へ航空機と物資を輸送することになり、駆逐艦2隻は、空母2隻の護衛に指定された。時津風は途中で流氷と分離し、サイパンへ向かい、トラック泊地からは4水戦の駆逐艦2隻が、流氷を出迎える予定であった。だが、沖高は、機械故障のため出港が遅れ、流氷隊のみ先行する。12月11日、2隻は、横須賀を出港したが、翌日になり米潜水艦ドラムの雷撃により、流氷が中破、2隻は、横須賀に引き返した。結局、沖高、宇月のみが、トラック泊地に向かい、朝雲、しぐれと合同した。また流氷が運搬するはずだった99式軽爆24機を輸送する空母として、小核型2番艦随鶴が指定される。12月31日、第16駆逐隊は、秋月型駆逐艦1番艦秋月と共に、随鶴を護衛して、横須賀を出発、1月4日、トラック泊地に到着。駆逐艦3隻は、前進部隊に編入され、随鶴は戦艦みちのく等と共に内地へ戻った。1943年1月上旬、日本海軍はガダルカナル島からの撤収作戦を準備していた。同時期、最前線で常に活動していた駆逐艦部隊の修理が必要となり、代艦として3隻の南東方面部隊編入を命じた。第16駆逐隊は1月7日トラックを出発、9日、ショートランド泊地に。1月10から11日、第6次ガダルカナル島輸送作戦に参加する。駆逐艦8隻が参加しており、輸送隊は小発動艇2隻を曳航しドラム缶150個を積み込んでいた。指揮官は第2水雷戦隊司令官小柳富次少将で、第15駆逐隊黒潮から指揮を執ることになった。駆逐艦8隻は警戒隊と輸送隊に分離し、それぞれが単重陣を形成していた。午後10時以降、輸送隊はガダルカナル島エスペランス岬周辺海域でアメリカ軍魚雷艇と交戦した。22時47分、初風が魚雷1本を火雷して、対波、通信装置と操舵装置が故障した。時津風はアメリカ軍魚雷艇2隻撃沈、飛行艇1隻撃墜を報告した。その後、第1組は速力30ノットでガダルカナル島海域を離脱。第4駆逐隊司令、有賀耕作大佐は3隻を率いて最大発揮速力10から16ノット限度の初風の護衛にあたり、11日夕刻にショートランド白地へ到着した。時津風以下4隻の旗艦は小柳司令官に大きな感銘を与え、護衛した3隻の艦名を記載した上で、特に嵐、航風、時津風は、損傷艦初風を護衛し友軍機の協力と、相まって、長距離離脱に成功し功績極めて顕著なリート任務と、直々に言及している。1月12日夕刻、第10戦隊司令官、木村進少将を指揮官とする駆逐艦9隻は、ガトー輸送作戦を実施するためラバウルを出撃。警戒隊、輸送隊という区分だった。13日朝ショートランド進出、14日朝に出撃した。揚陸作戦成功後の15日朝、空襲により嵐が一時航行不能、谷風駆逐艦長、勝見中佐が戦死、浦風が傷破という損害を受けた。嵐は、毎風に曳航されて飛退した。それ以上の損害を受けることなく、各艦は夕刻までにショートランド白地へ戻った。1月19日、第10戦隊旗艦秋月が、米潜水艦の雷撃で大破。その際20戦隊司令官、木村進少将が負傷したため、1月21日付で、第2水雷戦隊司令官、小柳富次少将が、第10戦隊司令官に任命された。1月24日、時津風。黒潮は輸送船2隻を護衛して、三体サベル島、レカタ基地への輸送を実施した。1月下旬2月上旬、第16駆逐隊2隻は、イザベル島沖海戦に参加した。1943年2月上旬、ガダルカナル島からの撤退に伴い、日本陸海軍は、作戦の見直しを行った。2月13日に結ばれた、陸海軍中央協定により、ニューギニア方面の防備を固めるべく戦力の移動が始まった。その一環として南東方面艦隊はパプアニューギニアの小都市らへの増援作戦81号作戦を立案した。当時の第16駆逐隊分隊は外南洋部隊主体、第8艦隊増援部隊、第3水雷戦隊の指揮下に行動していた。輸送人員は軍司令官、足立23陸軍中将の第18軍司令部及び師団長、中野秀光陸軍中将の第51師団約6900名、火砲、車両、各種軍需品、海軍が第23防空隊を含む約400名である。2月27日午前4時、護衛部隊指揮官、木村少将が駆逐艦白雪と共にラバウルに到着し、各隊司令官、艦長が集合して打ち合わせを行う。2月28日深夜、輸送船団は第3水雷戦隊、第8駆逐隊、第9駆逐隊、第16駆逐隊、第19駆逐隊に護衛されてラバウルを出撃、速力9ノットで西方へ向かう。第16駆逐隊司令、庄司喜一郎大佐座上の時津風は輸送船団左列戦闘を航行し、足立陸軍中将が乗船していた。3月1日1600時、船団はアメリカ軍機に発見されると直接を受けた。3月2日、B-17 爆撃機による爆撃で輸送船の朝日森丸が沈没、旧体艦の野島が損傷し、駆逐艦2隻は船団に先行して来へ向かい、旭森丸の人員や物資を揚陸すると、再び船団へ戻った。3月3日、ダンピール海峡において、輸送船団及び、時津風イカ越え艦隊は、アメリカ軍機及び、オーストラリア軍機の空襲を受けた。護衛の零式艦上戦闘機は B-17 を迎撃しようとしたロコロ連合軍、護衛戦闘機群との空戦に巻き込まれ、低空で反長爆撃を行うブリストルボウファイターや B-25 型爆撃機を阻止できなかった。8時9分頃、時津風の機械出現に爆弾が命中し、浸水となり、時津風は航行不能となった。時津風の乗組員及び、足立中将以下陸軍将兵を姉妹艦接風に収容された。その後、時津風はキングストン弁を開いての自陳処置が取られたという。接風による雷撃処分という証言もある。この戦闘で時津風の他に駆逐艦3隻が沈没、輸送船は全隻撃沈された。裏波と救援に駆けつけた初雪は救助者と共にラバウルへ開港。木村司令官は3隻と共に救助活動を行った、後飛隊。この時、初雪はカッターボートで脱出していた、時津風の乗組員20数名を救助している。木村司令官は第8艦隊に対し、0100捜索を脱設離北上す。本捜索中荒潮、発見170名救出、したるが輸送船駆逐艦そのの他人員等発見。するに至りらずと報告した。ところが、自陳処理が行われたはずの時津風は沈没しておらず、翌日に、呉沈岬南東方向多味島の143度50海里を漂流中の時津風を日本軍が発見。時津風艦内に将来使用予定の暗号書があることが問題になる。アメリカ軍に鹵獲されぬ、洋霊船14機と99式艦上爆撃機9機が、出撃、99艦爆が爆撃を行うが、撃沈できなかった。アメリカ側の記録によると、同日午後に、第5空軍所属の爆撃機が漂流する時津風を攻撃、撃沈した。時津風処分のために、日本軍潜水艦が派遣され、以後第17潜水艦は捜索中に、船団生存者34名を救助するが、アメリカ軍の魚雷艇2隻に来襲されて、探偵2隻の乗組員は救助できなかったという。同年4月1日、ビスマルク海海戦で沈没した両艦や、3月5日、ビラス短網綾戦で沈没した、駆逐艦村雨、峰雲と共に、時津風の除籍が決定された。時津風は陽炎型駆逐艦、第16駆逐隊、帝国駆逐艦隻のそれぞれから除籍された。中原義一郎中佐、1940年9月1日から1940年12月15日、中原義一郎中佐、1940年12月15日から1942年9月3日、本倉正義中佐、1942年9月3日から1943年4月1日。ありがとうございます。